さっきのとは逆の展開なんでね、今ね、反対にでね。ですね。おー、田中がいった。シュートはない。よく高橋ですね。ライアン・ケリーがピックに行って、ボールをもらった。ストーブに行った。あー、ここはありますよ。おー、こういうのがうまいんであれば、アウトサイドっていうのはしょうがないと思うんですよ。おー、ケンバースのブロック。が早いという佐賀ですが、シュートに行くか、まだ行かない。田中大輝、田中大輝のシュートを決めてきます。昨日もターランド成功、自分でもドライブを見せていきますが、田中大輝ボールを奪った。そして前を走っているベンドラメ、ここ割って入っていこうというベンドラメです。ショットクロックがなくなってきた。スリーポイントを選択して、これが決まります。今日2本目、1本目が入るとこういうのがね、合うんですよ。ですからちょっと手を気にしながらベンチの裏に下がっていきました。代わって入ったライアン・ケリー、今日はこの集中力高いですね。まあどうなるか、今のこの状況かなんか分かりますね。分かりませんね、はい、分かんないですね。田中大輝、ジェフ・ギブス、ベンドラムから回る、クレモンズ、スリーポイント決めてきました。